ロバート・ネルソンは、アングロイコール・ケベック人の医師で、19世紀に、ケベックで起こった、ローワー・カナダの反乱の指導者の一人。ネルソンは、モントリオール近郊のソーレルで生まれた。父、ウィリアム・ネルソンは、イングランド北部、ノース・ヨークシャー州ニューシャムから、植民地時代のアメリカへ移住した移民であった。母・ジェーン・ダイズは教師であり、その父親は、 ニューヨーク州一帯で重きを成した地主の一人であった。ネルソンは長じてモントリオールで医学を学び、後にマサチューセッツ州へ赴いてハーバード大学でも医学を学んだ。1812年に勃発した米英戦争の間、デシャンボー軍団やインディアンブレーブス軍団の軍医となった。1827年、ネルソンは同じく医師で、 外国党の党員であったにウォルフレッドネルソンの招きを受け、正解に足を踏み入れた。1837年11月24日、ネルソンは他の何人もの政治家たちと一緒に逮捕された。ネルソンはサンドニの戦いに参加した兄ウォルフレッドとは異なり、反乱に関わっていなかったとされて、間もなく釈放された。しかし、この逮捕はネルソンに、 アメリカ合衆国に逃亡した反乱者たちへ合流する決意をさせることになった。愛国党の指導部は臨時政府の迅速な設置と、愛国党の幹部の中にも、ルイ・ジョセフ・パピノーのように、この考えに反対票を投じた者もいた。ロバート・ネルソンは攻撃軍の将軍に任じられ、またローアー・カナダ共和国の大統領予定者に選出された。 1838年2月28日、ネルソンはおよそ300人の軍勢と共にバーモント州オルバーグに陣営を張った。ネルソンはロワー,ーカナダ共和国の独立を宣言し、独立宣言書の写しを配布した。その直後、彼らは合衆国の中立を定めた法に触れる行為をしたとしてアメリカ合衆国陸軍によって逮捕された。裁判の結果、 外国党の主張に同情的であった、陪審団の判断によって、ネルソンをはじめ逮捕者たちは釈放された。この攻撃計画の頓挫の後、ロバート・ネルソンや他の主戦派の人々は、時間をかけて新たな攻撃計画を練り直すことを決めた。ローワーカナダ、及びアッパーカナダにおけるイギリス植民地政府の転覆と、それに代わる民主的主権国家としての共和国の設立を目指して、 飛行前の準軍事組織、フルーレシャスールが組織された。第二次攻撃は1838年11月3日から始まった。しかし、ことは計画通りには運ばず、侵入した攻撃軍は撤退を余儀なくされた。ネルソンをはじめ関係者は、最終的にはイギリス植民地政府から恩赦を与えられ、故郷に帰還することを許された。ロバート・ネルソンは、 1873年にニューヨーク市のスタテン島において78歳で死去した。遺体はモントリオールのノートルダムでネイジ墓地に埋葬された。ありがとうございます。